マナーモードの設定方法を2種類ご説明します。マナーモード設定方法1、ステータスバーを下に2回スライドします。マナーモードのアイコンをタップします。マナーモード種別を変更したい場合は、通常マナー右横のタブをタップします。通常マナー、サイレント、アラームのみ、優先する通知のみから選択できます。完了をタップします。これでマナーモード種別の変更完了です。マナーモード設定方法に、音量ダウンキーを長押しします。前回設定したマナーモードに設定されます。マナーモードを解除する方法をご説明します。音量アップキーを任意の音量になるまで何度か押します。これでマナーモードの解除完了です。